おはようございます。今回は勉強する場所は〇〇が最強というお話をしていきたいと思います。この動画を見られているあなたはきっと普段家やカフェなどで勉強している方が多いでしょう。でも勉強場所って結局どこがいいのかわからないという方が多いかと思います。あなたに一つ知っておいてほしいことがあります。それは家で勉強は絶対にやめといた方がいいということです。まず家は本当に誘惑が多くて絶対に結局やらないということを理解しましょう。たまに俺は家でできるという方聞きますけど、あれ嘘だと思っております。実際のところはなんだかんだ YouTube とか見ちゃって全然勉強できてないんじゃないかと思います。これを見ている皆さんは勉強は家では絶対やらないと理解した方がいいです。では次に外で勉強する場所として一番に思い浮かぶ場所はどこでしょうか。やっぱりスタバが一番多いんじゃないですかね。でもどうでしょうか皆さん、正直スタバめっちゃ高くないですか。一番安い普通のコーヒーでも最低400円ぐらいはかかりますよね。私も一時期スタバで勉強していたことがありましたが、正直毎日払うのはきついです。ただスタバで勉強したい気持ちすごくわかります。あの落ち着いた雰囲気、他の人も勉強しているからこちらも勉強する気が起きる、シンプルにコーヒーが美味しいなどいっぱいあります。お金がある人ならスタバでも問題ないでしょう。しかし学生の方や私みたいな人間はそんなにお金持ってません。じゃあ一体どこがいいんだよ。答えはそう、マクドナルドです。マクドナルドが最強です。マクドナルドと聞いた皆さんの言いたいことわかります。マクドナルドなんてうるさいし全然集中できないじゃんと思ったでしょう。確かにマクドナルドはうるさいかうるさくないかで言うとうるさいです。それはみんな食事にしに来ている方ばかりなので、みんなおしゃべりしに来ます。当たり前です。しかし冷静になって考えてみてください。あなたは静かな場所でしか勉強できないんでしょうか。みんな勉強する場所イコール静かな場所でしかできないという固定観念を持っていませんでしょうか。私はこう思います。シンプルに勉強するなら多少うるさい場所でも勉強できるようになった方が勝ちです。とかいう私も初めはスタバからマクドに移行した時全く慣れませんでした。ひどい時なんて大学生グループが隣にいてうのしたりして騒いでたりしていました。もう最悪でした。ですが何日も通っているとある日全然騒音とかが気にならなくなったのです。もう騒がしいのも含めて BGM みたいになった感じです。こうなればもうあなたの価値が確定します。どうしても騒音がうるさくて我慢できないのであればノイズキャンセル付きのイヤホンを使えば終わりです。皆さんも聞いたことあるかもしれませんが、頭のいい人ってどんな場所だろうが勉強できるって聞いたことありませんか。バスの中だったり家の床だったり、もう要は慣れです。慣れてしまえばスタバもマクドも関係ありません。皆さんもどこでも勉強できる人間になりましょう。とてもおすすめです。私が皆さんにマクドナルドを推している理由がいくつかあります。まずマクドナルドはドリンクが100円程度で買えてめちゃくちゃ安いです。なんとスタバの半額以下、もう利用しない手はございません。そしてもう一つの理由がマクドナルドは夜中まで空いているところです。カフェや図書館って結構早く閉店してしまいますよね。21時ぐらいにはほとんどの店が閉まってしまうんじゃないでしょうか。今いいところなのに閉店の時間が来てしまったという経験ありませんか。その点マクドナルドでは違います。マクドナルドはほとんど24時ぐらいまで空いています。長いところなんか24時間営業とかあるんじゃないでしょうか。まああれはさすがにやりすぎですけど、でもそれぐらい空いているということです。以上が私がマクドナルドをめっちゃ推している点でした。それでは本日の動画のおさらいです。1、勉強は家では絶対にするな。2、勉強はマクドナルドがおすすめ。3、多少うるさい場所でも勉強できるようになった方がいい。4、スタバやカフェは高い。5、マクドナルドは長時間店が空いている。皆さんもぜひマクドナルドで勉強してどこでも勉強できるスキルを身につけていきませんか。以上、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。